どうもいらっしゃいませ、プーマです。待ってたベスト9タイトルホルダー、はい、ということで今日の動画は待望のベスト9タイトルホルダー第1弾が登場しましたので、この動画やっていこうと思います。いや、ほんとね、今回はね、相当豪華な選手登場していると思います。というかさ、まさかのガチャ開催期間が1週間でした。これほんとびっくりした。もしかしてスペチャン最強決定戦までにベスト9タイトルホルダー全部出し切るパターンとかあるんですかね。で、皆さんご存知の通り、今回西武ライオンズベスト9タイトルホルダー登場する候補は5人となっています。その中から2人第1弾は登場しています。その選手がこちら、源田さんと平さんです。いや、2人ともかっこよすぎる。さすがベスト9タイトルホルダー。ということでサクッと性能解説しておきましょう。まずは源田さんから。表ステータスは純粋にシリーズ2の能力からプラス1になりました。大きな変更は特にないですね。守備ステータスも変わらずで、特殊能力も変更なしという具合になっています。でね、今回は源田さんも欲しいんですけど、本命はね平さんなんですよ。なんと平さん請求査定上がりました。ようやく来たー。シリーズ2通常が請求68だったんですけど、プラス3されています。まあ、ベスト9タイトルホルダーのプラス1補正があると考えると、実質プラス2というところですね。ようやく請求 B 乗ったよ。どれだけこの時を待っていたか。そして変化球は相変わらずで、西武純正ならかなり強い能力をしています。B 球種が4つ以上あって、リーグ的な使い勝手いいですし、球種もスラカットに斜めフォーク、シリーズ2から追加されたサークルチェンジがあるというところで、西武純正なら普通に中継ぎエース張れます。まだシリーズ2の平さん持ってないのでね、早く欲しいですね。シリーズ1のセレクションですら強いんで、シリーズ2のこの能力だと相当強いと思うよ。ただね、この平さん、今回一番の目玉は特殊能力なんですよ。まさかの存在感実装来ました。なんてこった、想像もしていなかった。本当にリアタイで純正コンボプラス特殊能力の能力ダウンで相手の能力相当削れますよこれ。いや、スパーク平さんが一番リアタイ強い平さんなのかなと思ってたんですけど、まさかのね、それより上の能力来ると思わなかったよ。まあ、ということでね、今回のガチャ2人セーブ出ているというところで、2人取りに行くかというところなんですが、自分は平さん1点狙いで行きます。まあ、理由なんですけど、侍ガチャが来る可能性高そうだからですね。久しぶりの WBC ということもありますし、まあ、せっかくなんでね、侍バージョンの方が欲しいんですよ、どうせなら。まあ、なので今回は平さん1点狙いで行こうと思います。まあ、ちなみにね、昨日ショート動画出したんですけど、ルギーは無事ギータを引いて爆死しました。まあ、なのでね、今日はガチャ引いていこうと思います。まあ、多分セレクトミキサー行くのかなとは思うんですが、まあ、源田さんじゃなくてね、セレクトミキサーは平さん選ぶ感じで行こうかなというところです。それでは早速コンビ行きましょう。はい、ということで、ガチャ画面やってきたので、引いていきましょう。いやー、緊張する。マジでベスト9タイトルホルダー、ほんと意味良くないんでね。まあ、サクッと、平さんを引いて、終わらせていきたいところですね。で、いつもの形式でセレクトミキサー6人なんですよね。まあ、これは例年通りなんですけど、5人の方が嬉しいなというところなんですが、まあ、累計あるんでしょうがないね。で、一応100連目以降に関しては 100% で、ベスト9タイトルホルダーの選手が S ランクで出ますよと。まあ、ただ、それまでは 30% なので、なかなか厳しい。どうせ100連以上行くんだったら、90連目までは控えめにしていただいて、100連目以降でいっぱい出ていただく方がありがたいかなと。まあ、とりあえずやっていきましょう。ということで10連目いきます。お願いします。あ、それは僕最近動画投稿のペースがね、落ちてたと思うんですけど、あれ本当にね、まあ心配した人もいるのかもしれませんが、まあなんともないので、ご心配なさらずというところでございます。あの、まあ何があったかっていうわけでもないんですよ、正直。あの、単純になんか疲れちゃって動画作るのがそれでね、動画投稿ペースを落としてたっていうのは、ただそれだけですね。まあ、ちょっと昨日ね、ショート動画久しぶりに出して、なんかね、調子くいっぱい回してたらやる気出てきたんで、久しぶりに再開をどんどんしていこうかなというところです。はい。はい、20連目。いやー、でもさ、今回侍がね、あるんで、なかなかベスト9タイトルホルダー無理して取んなくてもいいのかなと思うとこはありますよね。まあ、特に源田さん、山川さんなんかはね、まあ、侍ガチャね、出てくると思うんで、まあ、WBC も今日、選手ね、発表されましたけど、ようやく、まあ、ライオンズからは2人というところで。まあ、本当に WBC 楽しみだよね。まあ、ヌートバーさんとかね、なかなか日本じゃ見ないね、選手いるわけだし、ダルビッシュさんとか大谷さんも来るわけだし、鈴木誠也さんもいるしね、めちゃくちゃ楽しみだよね、今回の WBC。はい、30連目です。ここで1人確定です。お願いします。大丈夫これ。演出大丈夫か。調子くん調子くんレインボー。まあ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 、100連目以降でね、2枚引きしてくれるコースだと僕は信じているんで、いいんですけど。いやー演出こなさすぎない、さすがに。さすがに演出何もなさすぎない。調子さん昨日回しすぎた、もしかして。いや、正直ギータ当たったけどさ、まあ、12球団的には神引きなんだけど、個人的にはマジで使い道ないので、早く平さん欲しいなというとこなんだけど、A ランクすら来ねえじゃねえか、バカ野郎。はい、ということで、10年目です。まあ、とりあえずセレクトミキサー4位1人確保というところでいきたいと思います。お願いします。は？は？え？あ、
僕調子くん言いましたよね、僕侍の方が欲しいって言いましたよね。このパターンはちょっと予想してなかったな。これで侍引く必要はなくなりましたね。はい、侍は山川さんだけならと思います。はい、まあでも嬉しいわ、地引きは普通に嬉しい、ありがとうございます。はい、40連目いきます、お願いします。いや、まさか源田さん来ると思わなかったね。ただこれ源田さん来ちゃうとちょっと一個だけきついのが、セレクトミキサー要員を一人余分に確保しないといけないんで、まあ、そこがね若干辛いところがあるんだけど、まあもうご愛嬌だね。もう平さんの方が正直欲しいんで、源田さんより優先度高いんですよ、めちゃくちゃ。マジで平さん超重要、重要なんで。ここでね、ベスト9タイトルホルダーを引いてくれるのが調子くんクオリティ。さあ、どこで来る、頼むぞ、来い、来い、来た、はい、いや、また鉄と、また神引きなんだよなぁ。いや、ベスト9タイトルホルダーじゃないのは辛いわ。いやー、ベスト9タイトルホルダー来ないかー。いや、これがあるからね、ベスト9タイトルホルダーは沼なんですよ。こう、なんだろうな、90連目以内で来るんじゃなくて、100連目以降で来てほしいっていう、このね、わかります?この感じ。まあ、どうせ100連行くのわかってるんで、それだったら100連目以降の、絶対確定のタイミングで来てほしいんですよね。いやー、こういうところがね、こう、うまいよね、商売が。なあ、調子さん。はい、もう60連目です。もうエナジー時のクッソ早いわ、お願いします。まあ、とりあえずね、ベスト9タイトルホルダーの選手、絶好調、レインボー、金塊。あ、間違えた、めっちゃ、演出見ようと思ったのに、なんてこった。まあ、とりあえずね、まあ、さっき言いかけたんですけど、ベスト9タイトルホルダーの選手多く出てほしいんだけど、笑わねえのかよ、お前。マジかよ。確定だぞ。マジかよ。まあとりあえずベスト9タイトルホルダーの選手をとにかく1枚でも多くね出すと、そこが調子くんの今日の使命なんで、頼むよ。はい、ということでいきたいと思います。60連目です。まあどうせ来ないっすよ、ということでお願いします。12球団的に神引きすぎる。はい、70連目いきます、お願いします。っていうかさ、なんで村上さん来ちゃうんだろうね。こう、自分は求めてないんですよ、村上さん。別に極意書ダメするための S ランク持ってるし、手紙でいらないんですよ、僕。それこそ12球団勢やってる人とか純正やってる人のとこに行ってほしいわけですよ。なぜ俺のとこに来る、俺使い道ないんだぞ、本当に。平をくれ、頼む、本当に。平さんだけが欲しいんだ俺は今。源田さんもいいんだよ、もう平さんなんで、とにかく今日欲しいのは平なんだよ。来ねえよ S ランク調子。いや、皆さんどうです、引いてます今回。でもなんか どうなんだろうね、今回侍ガチャもあるし、まあ、侍の方がね、なんかメジャーリーグ行ってる選手ね、ダルビッシュさんとか大谷さんとかね、鈴木誠也さんあたりも出るんじゃないかっていう話があるんで、まあそう考えるとそっち引いた方がねいいのかなって気はしますよね、正直。まあどっちがいいんだろうね、全くわからないですけど。まあでも侍引くの方、人の方が多いのかな。まあ、やっぱ WBC 久しぶりじゃないですか。だからそこ考えるとね、やっぱり記念っていうところもあるし、まあ取っておきたいところはあるよね。全然 S ランク来ない。まあでも確定外はね、まあ100連目以降に取っといてくれればいいんですけど。はい。はい、じゃあ90連目です。ここで確定分は最後ですね。うおー、流れ星来たー。これはあるんじゃないか、頼む。いや、あんまりいい演出来ないっていうね。よくわかんねえわ、調子さん、本当に。当たる、当たらんなー。え、笑わないの。はあ、これがね、調子クオリティですよ。みんな覚えとけな、本当に。調子くんはこういうやつなんだ。はあ、まったくよ。せめてさ、そこはベスト9タイトルホルダー当ててくれよ、ジョージくん。通常いらんって、本当に。はい、ということで、まあでもね、ここで10連目確定です。平さんくれ、頼む、お願いします。いや、あったゲームだけよ。さあ、闇のゲームいきまーす。100連目です。闇のゲーム来たぞ。もうここからはね、もう闇のゲームですよ。もう終わりなき闇のゲーム。もう S ランク出なかったら死亡のね、闇のゲームです。ということで、調子くん頼むぞ、本当に。こっからが大事だからな。もうとにかく、もうね、さっきの松田さん確定外とか山田哲人さん確定外忘れた、俺はもう。うん。ここでね、確定外でいっぱい S ランク引いてくれればそれでいいんだ。割れ、ストライク!よし。さあ、頼むぞ。いつ来る?来た!来ない。来ない、いつ来る、はい、え、マジ